Once upon a time, there was a happily married couple. Oi. Yeah. 6時半に起きるのは早くない？すごい空綺麗だ。皆さん、今日は12月4日、赤ちゃんの予定日まで何日かっていうと31日です。なので35週目4日になります。昨日ね、カチゴロボゴソだったかなっていうニューヨークが出てるテレビ番組あるんですけど、それ好きでさ、それ見て遅く寝たのね。だから遅く起きて、今すんちゃんがお昼ご飯作ってくれたので、それ食べて編集を一応終えたので運動しに行ってきますね。すんちゃん、いいのかなこれ。今から外出てみて、風が少なかったらオールームに行って、そうじゃなかったら運動じゃん、行ってこようと思います。はい、はい、バイバイ。はい、結局オールームに行きました。はい、ここはヨンヌニオルムっていうオルームなんですけど、だいたいね、こうゆっくり回ると1時間から1時間半ぐらいかかります。普通の、私はさ、妊婦さんだからちょっとゆっくり歩いて、だいたい1時間半ぐらいかなで一回りする感じなんですけど、他のこう山登りみたいにハードなものでもないので、ゆっくり散歩する感じでいつも運動しに行ってます。なんかこう妊婦さんはやっぱりよく歩くのがいいっていうから、まあ、お腹の中の赤ちゃんのためにも日々歩くように意識してます。こんにちは、すんちゃんです。まあ私あんま手なかったからね、こうやって出てます。はい、うわ大きい、この子も出てます。まあまあまあ、これが床発信方法のニートの生活です。いや、もう見たらもうニュージーランドぐらいの奇跡ですね。奇跡？まあまあまあ、ありがとうございます。また次の動画も頑張って作ってきます。バイバーイ。私のインスタもフォローしてね。